はい、それでは今日はロボワンカンファレンス超初心者講座ということで、ウィストン株式会社の第7回ロボワンオートで優勝しましたロボ BZ というロボットを用いまして、初心者の方に役立つロボットの動かし方やモーションプログラムの作成方法について紹介していきたいと思います。まずはバッテリーの準備ですね。こういったバッテリーを使います。前カバーがこんな風に開きまして、ここにバッテリーを搭載することになります。背中のコネクタにバッテリーを挿して、ここに溝がありますので、溝にバッテリーの線を通します。その状態でこのようにセットして、もう一度カバーをこのようにはめますね。そしてロボ BZ はですね、サーボモーターを制御する CPU ボードと、もう少し高度な作業を行うラズベリーパイというコンピューター、それぞれ一つずつ搭載されております。ロボットを動かすだけであれば、サーボモーターを制御する CPU ボード VS-RC026 だけで動きますので、とりあえずこちらだけ起動します。このボタンを長押しして、これで起動しましたね。青い LED が点灯しました。続いてコントローラーの準備です。コントローラーは VSC3 を使いますね。電源を入れるんですけども、この時気をつけてほしいのが、電源を入れる瞬間にゲームパッドをこんな風にニュートラルじゃない場所にしていた場合、この場所でニュートラルという風に認識されてしまいますので、必ず離した状態で電源をオンにしてくださいね。そしてこの状態で、セレクトボタンを押しながらスタートボタンを押すと、ロボットのモーターに力が入ります。はい、これでロボットに力が入りました。とりあえずサンプルモーションを動かしたいと思います。まずは R1 ボタンでうつ伏せ起き上がりですね。うつ伏せの時は R2 ボタンを押すと、こんな風にうつ伏せでも起き上がってくれます。×ボタンを押すとですね、こんな風に手を振るなどのモーションを再生することができます。ロボ B シリーズの特徴がアナログスティックを使った全方向移動ですね。前後左右旋回と連続的に動作を途切れることなく歩行することができます。まずは前進で、前進からの旋回で、ちょっとスピードを緩めて、前進方向を緩めて旋回して、また前進、そして旋回で、また旋回だけ、そして前進、そして停止、そしてそのままバック、そしてそのまま横移動、そして反対の横移動、横移動しながら旋回、そして旋回しながらそのままバックみたいな感じでですね、連続的に歩行動作を切り替えることが特徴的ですね。でさらにですね、ロボ BZ シリーズになってからモーターを制御する CPU ボードが VS-RC003 から VS-RC026 に変わったんですけども、そこで新たに盛り込まれた機能として紹介したいことが一つありまして、センサーやアナログスティックの値の変化を遅らせて入力することができるようになったということになります。これどういうことかと言いますと、例えばなんですけども、前進しながら止まるときにスティックを急激に変化させてしまうと、車の急ブレーキみたいになってしまってロボットが前につんのめって倒れるということがあったんですけども、アナログスティックの値の反映をあえて遅らせることによってゆっくり減速するということができるようになりました。実際やってみますね。今から私あえて急激にスティックを操作します。前進して止まる時の動作に注目してください。ゆっくり減速していくのがわかります。やっていきますね。ではスタート。はい、こっから急激に減速。どうですかね、わかりましたかね。ゆっくり減速していったのわかりますかね。私今スティックを急激にニュートラルに戻したんですけども、ロボットは倒れることなくゆっくり減速しました。これは新たに盛り込まれた機能のおかげですね。もう一回やってみます。前進開始、そしてここでスティックを急激に戻す。ロボットが自分でゆっくり減速して止まったの分かりますかね。こんな感じでですね、より高度な制御ができるようになってるのも特徴ですね。はい、続いてロボ BZ のモーションプログラムの作成方法について紹介したいと思います。パソコンとロボ BZ を USB ケーブルでつなぎます。マイクロ USB タイプですね。このマイクロ USB をここに差し込みます。はい、差し込みました。はい、それではモーションプログラム作っていきますね。ロボットとパソコンの通信を開始しましょう。 LINE ボタンをクリックします。ここにステータスウィンドウが現れたら通信がちゃんとできてるってことですね。その後こちらのモーターオンのボタンを押すと、モーターに電源が入ります。モーターオンにするときはこけてしまうかもしれないので、一応念のために寝かしておきましょうね。その状態でモーターをオン、気をつけになりましたね。これでちゃんとロボットのモーターに電源が入ったということになります。これで再び立たせましょう。ではモーションプログラムを作っていきますね。
まずは首のモーターを使ってうなずくプログラムを作ってみたいと思います。首のモーター分かりやすくするためにちょっと向き変えますね。はい、こちらの画面が全身のモーターの角度を表しています。そしてこちらの画面がモーションプログラムの流れを表しています。こちらで各ポーズを組み合わせていくことによってパラパラ漫画のようにモーションプログラムを再生していくわけですね。この状態で首のモーターを動かしていきます。動かすときなんですけども、赤色のカーソルを動かすとモーターの角度が変わるんですけども、カーソルをドラッグして動かすと一気にギュンって動いてしまって危ないので、今から言う方法でモーターを動かすことをお勧めします。動かしたいモーターの部分を一回クリックして選択状態にします。黒色になっているのが目印ですね。この状態でマウスホイールを回すとこのようにゆっくり角度を変えていくことができます。こうするとですね、安全に角度を変えることができますので、この方法がおすすめですね。じゃあうなずくということで、どんどん前にうつむいていきたいと思います。この時顎のところが当たらないように気をつけてくださいね。ちょっとこれやりすぎですかね。顎がめり込みそうなのでこの辺でやめときましょう。40度くらいにしときましょうかね。そして次のコマを作るときは右クリックで編集中のポーズを複製。2コマ目ができましたね。2コマ目は元に戻しましょうかね。3コマ目はもう一回うなずくんですけども、これはもう1コマ目をコピーしちゃいましょう。1コマ目を選択してコピー&貼り付けでブロックを複製します。その状態で下に持っていく。これでうなずくポーズがもう一個できましたね。今度は首の角度を正面に戻すというブロックはこの2コマ目なので、これをコピー&貼り付けして下に持ってくると。これで再生してみましょうかね。では再生、こんな風にうなずくプログラムができましたね。1コマ目はうつむいてるんですけども、1コマ目はニュートラルの方がいいので、一番最初にブロックを差し込みましょう。一旦このスタートの部分の矢印切ってちょっと下に動かして、1コマ目の正面に向いたブロックを持ってきて矢印でつなぐと最初は正面を向いた状態になりますね。今1回、2回うなずいてますけども、もっとたくさんうなずきたい場合はこんな風に4つ同時に選択してコピーして貼り付け、そして下に持ってくると、これで合計4回うなずくという動作が作れるようになります。ちょっと再生してみましょうかね。再生、1回、2回、3回、4回ということでですね、このようにモーションプログラムを作っていきます。スピードを変えることもできます。今これ50ステップって書いてあるんですけども、50ステップっていうのは60分の50秒かけて一つのブロックを再生するということになります。これを25ステップに変えてみましょう。全部選択してマウスホイールを動かすとこのようにスピードを変更することができますので、25ステップにします。そして再生するとこのように早くうなずくことができますね。さらに早くするとこんな風に早く動かすことができますね。うなずくプログラムなんですけども、何回も同じブロック書いていくのめんどくさいので、繰り返しブロックや if ブロックを利用してもっとスッキリしたプログラムで書くこともできます。このコマとこのコマだけを繰り返したいので、この2コマを繰り返すようにしますね。右クリックでブロックの追加、ゲームパッドブロックですね。ゲームパッドブロックを押してこのように繋いで、とりあえず前ボタンにしましょうかね。前ボタンを押してる間をずっと繰り返すということにします。 yes の方を繰り返したい部分に繋ぎます。こうすると前を入力している間ずっと Yes の矢印の方に行って繰り返します。前のボタンが離されたら No の方に行くわけですね。 No の方はニュートラルのポーズに繋いでおきましょう。そしてエンドブロックに繋げますね。でこれでやってみますね。前のボタンを押した状態でプログラムを再生するとこんな風にボタンを押している間はずっとなぞいています。ボタンを離すと止まりますね。こういう感じでループを作ることもできますね。今ゲームパッドのボタンが押されてるか押されてないかで繰り返し処理を説明したんですけども、変数を使った繰り返し処理を作ることもできます。ブロックの追加の分岐ブロックでやることができますので、こちらもよかったら使ってみてくださいね。では実際にゲームパッドの前ボタンを押したらうなずくというプログラムが再生されるように設定を適用したいと思います。ファイルを押して名前をつけて保存。オリジナルモーションなのでオリジナルモーションというフォルダを作っておきましょうかね。オリジナルモーションというふうにね、フォルダを作って、その中に記録しましょうかね。うなずくと、前ボタンを押したらうなずくので前というふうに書いておきましょう。これで保存をクリック。そして、ゲームパッドに適用するには、緑のボタンをクリック。そして、編集をクリックして、ここにいろいろ設定がなされてるんですけども、追加をクリックして、前をクリック。そして、モーションファイルは、オリジナルモーションのうなずく前を開きます。そして OK をクリック。これでうなずく前っていうプログラムが前を入力することで発動するようになりました。これで保存ですね。はいをクリック。そしてこのまま書き込みです。そしてはいをクリック。はい、これで CPU ボードにデータを書き込みました。OK をクリック。では、サーボモーターの電源を一旦切って、ラインボタンをオフにして通信を終了させて、USB ケーブルを抜きます。ロボットは一旦 CPU を再起動させましょう。セレクトスタートをして、ロボットを起動。前ボタンを押すと、このようにうなずいてくれますね。離すと
止まります。前ボタンを押すと、うなずいてくれます。離すと、止まりますね。こんな感じでね、オリジナルモーションプログラムを作っていきます。